まあ何もしないよりマシだわな。さてと、それじゃあ早速始めっか。まず今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせてる。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね、どうも立ちの悪い戦友屋に目つけられたらしい。戦友屋？ああ、ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、平たく言いや立ち退き料を目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。建物を占拠？ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。普通の出物より相当安いけど、こいつを競り落とすとその占有屋がどっからか湧いてくるんだよ。で、自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いはビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ。本当はそこの住人じゃないのにってことか。そういうこと。もっとも占有屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。占有屋はせしめた立ち退き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになってる。それじゃあその占有屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。そん時捕まるのはもちろんこっちだけだ。おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと占有屋を追い出せねえんだ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。桐生君の名刺だよ。これであんたも立派な立花不動産の社員だな。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまりなめた真似するようならきちんと社長に報告するからな。わかった。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。おい待て、席は入り口の近くじゃダメだ。他の客が出入りして落ち着かないだろう。これから仕事の話すんだから、こういう時はもう少し奥の席にすんだよ。わかった。もう俺の教育は始まってんだからな、気抜くなよ。よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらい向きだ。おい、まさか上座に座ろうなんて思ってないよな。入り口に近い方が下座で遠い方が上座。俺たちが座るのは当然下座だ。それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座るときは常に気をつけるようにしとけよ。わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだ。ビールを頼む。あのお客様、当店ではビールは。まあ分かりにくいジョークで悪かったね。注文は連れが来てからにする。また後で頼むよ。かしこまりました。
ジョークってことでいいんだよな。ヤクザの世界じゃどうだか知らねえが、昼間っから酒の匂いプンプンさせてるようなやつ、仇の世界じゃ誰からも信用されねえからな。酒が飲みたきゃ仕事をきちんと終わらせる、それが仇のルールだ。わかったか。ああ。おい、来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか、面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で、桐生です。山根さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。おい、さっきの名刺、こういう時に出さねえでどうすんだ。ああ堂島組の桐生だ。堂島組じゃねえだろ。だいたい名刺は両手で渡す。タメ口もやめろ。失礼しました。立花不動産の桐生です。バカ、名刺が逆さまだろうが。わかったら今直そうとしたとこだ。分かってんならいいよ。